はいこんにちは大竹誠です今日は十一月の二十八日火曜日今日のパートナーははいこんにちは小島慶子ですはい私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー砂山慶太郎です、えー、そして火曜日ははい武田沙鉄ですよろしくお願いしますお願いします気持ちのいい日ではありますねいい天気だ二十二度ありますからね、うん、あそうですか気温が<ー>気温差があったのに千葉は,、ねうん、はいい天気 あの番組にはあのリスナーの方からいろいろなものが届いたりするんですけども、うんえー、今回は氷炭作家の方がですね、うん、あの番組用に氷炭を作ってくださいました。なんて書いてあります？はい、ちょっとお手紙を読ませていただきます。えいつも楽しく拝聴しております。うん、茨城県で種から育てた氷炭を使ってランプを作る氷炭ランプ作家をしております。うんうん、自装自装氷炭屋です。 うん、浜祭りで購入した素晴らしいマグカップにインスピレーションを受けひょうたんランプを作りました、はい、明かりをつけると印象が変わるひょうたんランプの特性を活かせるマグカップのイラストに触発されました日中は畑の作業で夜はランプを掘りながらラジコのタイムフリーで番組を楽しく聴かせていただいています よろしければつたない作品ですが、うん、お受け取りください。はい、ありがとうございます。番組では写真を撮ってるらしいんですけどね。美しい。で、これあのマグカップのあ,あのまあ俺がちょっと気取ってるんですけど、それがあのお湯入れると透けるようになるっていうのがあるんですけど、うん、このランプはその透けるでしょ。うん、このランプこれをじゃあこれからライトをつけると。ででね、ライトをつけると。 すっけすけでふんどし透けてるよ大竹さんすごいね <laughs> 穴をいっぱい開けてることによってライトをつけると透けて見えるような感じ <laughs> ライト消してると服を着てる着衣の、ね、これ着衣の誠着衣誠で明かりをつけると そのなんていうんですかね、スケルという。ふんどしの後にい針の穴のようなね、すごい細かい点がいっぱい。ふんどしがあって、ふんどしの横がちょっと空いてるんです。空いてるんだ。これはあれですね。それもうだってこここのとこからもう金に光ってますよ。 あそうですか。やっぱり金タブに見えますか。見えますよそうですか。ちょっとオリジナルよりだいぶでかい気がしますけどね。その金のだんだんでかくなって。こういうのは小調が大事だからだんだんでかくなるて。でここちゃんとこう開けてるわけだな。あじゃマグカップ柄を彫炭に移して。すごいテクニックまあね、まあこの方はいろんなこともやってるらしいんですけどね。えっとオーダーオーダーメイド彫炭ダンプっていうのね作ってるらしいですけどありがとうございます。 え番組にはリスナーの方からまあいろんなあの食べ物ですとかね、うん、いろんなこの昨日昨日か一昨日は何ルルなんだっけルルレルクシェだっけなんだっけなんか梨みたいな、うん、ラフランスラフランスめちゃくちゃ美味しいのが届いて、うん。 その前には番組でも武田達さんもしてると思いますけどこの番組にはストローで赤いストローでエビの形を作ってエビらしきものストローのねストローねよくわからないんですけどもまあそれでこの番組とリスナーの近さみたいなのが私はわかるというふうに申し上げたんですがこれからもいろんなものをね頂いて本当にね食べ物も 嬉しいですし嬉しいっていうか <laughs> あとこういうねやっぱりなんかどっかくだらない感じがね、うん、あのこのランプにもあってすごい時間のかかるくだらなさですかねそうなんだよね、はい、何時間かかったんだよこれ作るのにやっぱ,のやっぱしあの,あの壮大なくだらなさっていうのは、うん、まあ私なんかもどれだけくだらないことがね楽しいのかななんか思いながらやってますけども、うん、なかなか そこの域にはたどり着けないでまあそれらしきことをやっておりますが査鉄、うん、さんのところには何か届き物がありましたか、えー、いやそうですよ僕あの二週間前に、はい、あのマレーシアに行ってマレーシアにいっ、うんえー、た時にこうリモートで繋いだ時にあの付箋がね、はい、付箋の話をしてはいでこのスタジオにははい いい付箋が届いてるとう、ね、いうことを聞いたんで僕は、うん、ちょっとリモート先から、うんうん、なんで自分のものはないんだみたいなちょっとね、はい、やや強めに言ってしまったこともあってですねそしたらその送ってくださった方から、はいはい、もう。 謝罪文ですよね謝罪文とともに謝罪文とともに付箋が送られてきましてその放送一緒に聞いてた娘さんに叱られました人間いくつになっても「あの子に会って僕にない」っていうのは嫌なもんだよと「すねちゃうよ」ということで「あなたは若いんだから必要ないでしょ」みたいな考え方というのは仲間外れになりま いますと本当にごめんなさいなんと真摯な申し訳ない <laughs> なんだかありがたいですあの番組の中ではね <laughs>、うんあの「これは私と小島さんの分です」と「<ー>あサテスさんの分はありません」って、うん、ちょっと強調してねふざけて、ねえー、強調して、はい、私も 話しましたが、まああのここまでそんなにこれに心を痛めているとは私も思いませんでした。そうですね。申し訳ないです本当に。あのただの冗談もまあただなんかそれを娘さんにあのとめられてひどく反省してサテスさんの分もケータロクの分もスネさんの分もあります。カッコ笑いって書いてある。本当だ本当だ。カッコ笑いって書いてあります。

刺さってしまったということですから。そうですね。気をつけないといけないです。ありがたいですよ。ありがたいですか。でもあくまでは我々はそのなんていうの軽い冗談の息を出ないでサトシさんもなんで何ですか僕らもサトシさんの分ありませんちょっと冗談めかしたところがなんかこうでもまあここまで気になさることはないと私も思うんですが。これも含めて多分あの。 もう、ちょっと笑いながら書いてるかもしれませんよ。うん、そうだよね。もしかしたら。はい。いや、違う、その、本当真剣な気持ちでしたって、また来週来るかもしれない。永遠に往復して。そうで止まらない。まあ、でも、いただけてありがたいなとも思ってますけどね。私の分も。はい。恐縮です。ね、島から送っていた。違うから、わざわざ。琵琶湖のほとりから。鳥飼い。何の問わず語りさんでしたっけ。一番最後に。問わず語り。一番最後に。琵琶湖のほとりの問わず語りさんですよね。琵琶湖から。 ですごいねラジオは遠くからねはいえと私ね行ってないんですけどねちょっと渋谷の街で迷子になったって話を結構聞いてるんですよああ基本迷子になりますからそこはもう迷宮ですから地下迷宮ですからねあそこはねんか井の頭線からこう。 地下鉄。あ、井の頭線から銀座線なんて。基本的に無理です、あれは。あ、なんかすごいらしいね。もうなんか、しかもなんか、混んでて。で、工事があって。で、東横線はもう、地上走ってないんでしょそうですね。地下鉄ね。だいぶ前ですけどね。俺は全然知らない、行ってないんで。まあ、近づかないんですけども。 いいやもう大大変ななこととにってる竹さんつい30分前私は友人とそれを嘆き合ってたんですけどショートメッセージで「うん、もうね私怖くてたどり着けないし友人も通勤で使ってるのにいまだに迷う」と言ってあれを迷わずにい,いっぺんで乗れる人はいるんだろうかと。 噂ですがあの老人たちは渋谷の街で空を見上げて呆然としているっていうね。<laughs> いやでも下手すら見上げる空ないぐらいになってますから今どこに自分はいるんだろうっていうふうに思う。 これ何したいのこの渋谷って本当だから渋谷行くたびに責任者出てこいと思うんですよね責任者はいろんなディベロッパーだから責任者はいろんなところにいるんでしょうけどこの間は高さを揃えたかったんでしょそうです高さ揃えたかったこの間はホームの高さを揃えたくて渋谷がね渋谷がでやむを得ず山手線を止めるっていうですね二日間かなえ山手線はだって前あの両側に止まっててホームは一つだったじゃない ホームが2つあって別々だったんですけど<々>それを一つにしまにしたんですよね。まあ、両方いけるっていうそのホームの下に地下ねそのホームの地下にある人間が通る通路を広げたいって思ったんでじゃあホーム上げようかなって考えてでそのホームの高さをこう上げるために山マント線を止めたと。だか整えたいいいいんんじゃない整えた渋谷サウナに入ればいいと思うんだけどさ 整えたいんだと思う。整えたいの。ぐちゃくになっちゃった。待を。まあでももうあのサグラダファミリアみたいな感じで、多分ずっと完成しないのをみんな見に来たり、味わったりするんじゃないですか。それもいいかも。なんで海外の人なんか本当そのカオスを見に来るんだもんね。そうですよ。え、そうなの？カオスを見に来るの？そうですよ。スクランブル交差点なんて、あの TikTok とかで。 もう大人気で、うん、もうこんなとんでもないところをしかも日本の人は人にぶつかったりしないでちゃんと渡り切るっていうのを見にくるんですよ皆さん。そうですね,、うん、ね普段更新でよくこう交差していくやつあるじゃないです,、ねですね、なんかわかんないけど。 ちょっと大変なことになってるね。そうよ、おたけさんだけじゃないわよ、うん、ああ迷うのは。いやおたけさん、うん、ぜひ、ちょっと、一人で行ってみてほしいですね。いやいや、渋谷から帰ってくれる。発信機つけといてさ、はい、みんなで観察して、ねはい。発信機つけてる。うんうん、そうね。今どこにいるかな。とかいやいやいや、まあ、渋谷もそうで。うん、今度、アザブダイ ヒルズ、もうね、一番空まで、あ顎がね、きつくて見上げられないぐらい高いもうあのね、こう、絶対にアベノハルカスに勝ちたいっていう執念を感じますよね、あの高さ設定がね。しかも、高いろに高いビル建ててますよね、大阪じゃないんですからね東京タワーよりも高いってね。あの目的は、便利にすることですよね、違うんですか、便利関係ないんですか、もう。 お金を集めるためじゃないでしょうか、うん、お金を集めるあの日本の中でも群を抜いてお金を持ってる人たちが一か所にたくさん集まってきたらきっともっとお金を生んでくれるような渋谷のそもそもの始まりはあの辺に IT がなんか集まり始めてっていうような話もビルが立って IT 企業は結構集ままるよようになりましたよねザブ、うん、そういう超高級住宅超高級学校とかえ200億

まあこの番組でどうお伝えしたかっていうと今まで庶民があそこでちょっとね一応見ながらぼーっとするみたいないいとこだなというふうに思ってたところがビルを建てて整備してお金の取れる空間にしたと、うん。で来るのはいいよとでもいろんなものでお金使ってくださいねみたいな。 そういう空間に変わっちゃったと、カワローとしている、カワロー、うんね、として,、うん、していると、うんうん、まあいろんな気をね。 100年育った木を伐採しながらっていうだから渋谷なんかもやっぱ同じことなのかないろんなものを建ててビルなんかすごいの建ててるじゃない今事務所が渋谷にあるんだけどそのためにもなんかやっぱり便利だしそこに本社置きたいとかねそういう会社も多いんでしょうね。 まああとはなんか全体的に東京の東側が再開発されてきた中で、ちょっとこう渋谷のこうブランドみたいなのがあるのかな変化を迎えてで新しい町に作り変えましょうっていうのがまあ今の感じがしますよね、うんうんはい。あの聞いたんだけどなんかこう浜松町でもどこでももう再開発がみんなすごい進んでるわけね。うん、まあこの時代に再開発かっていうふうに俺は。 思うんだけどそこを訪ねていくと、まあ、渋谷の街も今工事中なんだよね。うん、でね道を教えてくれる人がねあのー、目印がありますから、まあ、浜松町でもあそこの角になんとかっていう目印がありますからそれを左にとか言うんだけど、うん、その目印がもうなくなるって ってるらしいね。どんどん変わるから。そうそう。変わるから目印がなくなっちゃう。わかるそれ。表参東京のね原宿の表参道の交差点にね、あのこんな一等地になぜっていうぐらいすごい昭和の香り漂う布団屋さんと地下スーパーがあったんですずいぶん長いだ。それ結構ね目印になってたんです。でその向かい側の角にはねシガラ焼きの狸が立ってるんですよ。それも今今まだそれはね健在なんですけど、あの布団屋さんと地下スーパーがなくなったと。 この「え表参道で目印なんて言えばいいのじゃあそこの角」っていうあ,あの感じとかね。うん、ああそうかあの角だよな。うん 布団屋さんなくなななってるんだよいしその布団屋さんののそばの地下スーパーもなくなっちゃったなんかイベント広場みたいになっちゃったあれ反対側になんかあと反対側になんかお皿とかなんか骨董みたいなそうですそのお皿屋さんにらき焼きのたぬきが立っててあれがねいつ消えてしまうんだろうあれが消えてしまったらもう表参道ではなくなるぐらいのね確認できない消えちゃいますよね渋谷を大きく開発してるのは 東急。東急。グループとしては。はい、東急。それで。えー、築地とか。神宮は、うんー。三井不動産。<ー>はい。で。麻布台は。森ビル。ええ、西武はどこ行った。 西武は今沿線で頑張ってます所沢とかですね大泉学園とか大泉学園大泉学園いやだってあれだろあの池袋の西武とか公園とか。池袋の西武は西武じゃなくなったんだろあれそうですよ。売却し舞台市売ってまああの高度経済成長で西武線と東急とその沿線の不動産を全部こう仕切ってたわけだよねそれに乗ってあの。 例えば東横線ならばあのー、多摩プラザとか、うん、ああいう方にどんどん住宅地が郊外にできて,、うん、できてまあそれもまあ、だから東急が分譲したりしてっていう流れがあって、うんうん、まあだからそういう流れの中で町がまあここは東急ここは西武とか行、うんうん、ってなんか森ビルとか行って、まあ、大手が町を。 なんていうの活性化させるためにっていうの、うんまあ、いいんですけど、うん、でもその分何がなくなったかっていうと便利さをまだわからないまだ途中だからねわからない人がいて、まあ、行った先でどこに行っても結構お金がかかるなあという感じ、うんうん、誰が利用するんだと。 なんかこう新しいビルが建つたびにこうイメージ図みたいなものが出てこういうビルが建ってこういうなんか緑地を無理やり作りますみたいなものを見た時に僕なんかはいやなんかこれこの新しさもう2回目だぞみたいな感じの感覚になるんですけどあのイメージ図を見て楽しみだなって興奮する人っていうのがどういうところにどういう考え方でいるのかっていうのが僕ちょっとよくわからないんですよね。 昔はきっとあの。 新しいビルが当たって二十何階に全部見える屋上がありますとか言われたらちょっと一度はちょっと見たいなという気もするけど。200億円さっきのモッターザブのね最上階の200億円のお家の人さ停電してこう水とかさねの大変よじゃああえて思いっきり停電しろって言いたいって。 水を汲み上げやすい低層階の方が高い方がいいんじゃないかと私は思うけど、うん、値段がねな,るほどなのに、うん、なんで非常時に一番難儀する最上,最上層階が値段高いのかいつも毎回謎いんですけど。なるほどね、うん、えー、っと あれだよね、室井は一番高いとこ住んでる。三十階。三十階。本当。阿川さんは一番低いとこ住んでる。あ、そうですか。そうですか。いや、わかりませんけど、誰がいいのかわかりませんけど。あの大竹さんの言ったさ、その昔のね、あの電車の沿線に住宅地ができて。っていうのそれこそさ、戦後の焼け野原から。あの高度経済成長で、こうどんどんね、郊外にサラリーマンが住んでみたいなね。そういう、こう日本の時代に必要な、そこ動きだった。 わけじゃないでもなんかもう今ねそういう私もそういう郊外の多摩の出身ですけど、うん、そういうところがこうちょっともう廃墟化してだな。うん、でなんかこうね人口も減って、うん、でこうこう社会が変革してこう家族の形とか通勤の形が変わってるからやっぱり町も変わるのかなと思ってね、うん、あのー、あそこはど。こだ もんじゃ焼きがたくさんあった月島あそこもんかすごいビル建っていわなんかこうちょっと言葉悪いですけど小汚い店がきれいな店と汚い店が混在するんかこういっぱいお店がありましたけどタワーマンションがどんと建って新しい建物に全部切り替わったり。 ね、ちょっとここに,側に運河があるようなとこだよな。はい、もうそのののの小汚いのがいいいいいががんじゃなな民家家もあっってて、うんね、前に植木鉢いっぱい並べだ、ね、そうそう一つのお店が、まあ 13畳ぐらいしかないようなのがたくさんあってっていうのがでもそれこそ渋谷とかの再開発のお店とかにくとその小汚い風の綺麗な居酒屋みたいなすごい矛盾した昔ならではのコンセプトのみたいなものを作って。 結構こうあえてパイプ椅子にしてみたりとかっていうようなところが結構流行ったりもしてるっていうところもあ,りますよ、ね、あれですよおたけさんあの,あの例えば今デュアリパっていうちょっと世界で大人気のねアーティストがいるんですけど女性のデュアリパさんとかが日本に来るとゴールデン街とかに行って。 こうわざと飲むのよ。あとね、人望町が熱いってご存知ですか？知らない人望町。がアンハサウェイとか、まあそのデュアリパもそうですけど、なんかそのダスターが来た時に、なぜか人望町に行くっていうのが。アンハサウェイが人望町行くの？そうです。アンハサウェイなんてあの人に人望町っていう T シャツ買って帰ったんですよ。それで信用できると私は思いましたから。うわ。フラダを着た悪魔の人。そうです。フラダを着た悪魔のそれが人望町の T シャツっていう。人望町っていうですね。なんかね、本当に。 人人のの考えてるのと全然違うのねね気スポットが、ねねうん、だからやっぱりそんなに大きなでっかいビル建てて、うん、外国人を誘致するとかっていうことでも、うん、意外と海外から来た人はそういうとこじゃなくてっていうところにそれはねヨーロッパに行ったら旧市街のね整、うん、然とした街見たいけど日本に来たら、うん、やっぱりこのアジアの混沌として見たいのよ。 んかたこ焼きとか土手焼きとかねそういう店がたくさん並んでるそれが綺麗なビルに入られたんじゃあ。んかね京都とかでもやっぱり小綺麗な感じの高級な宿よりもんか本当お布団を自分で上げ下ろしするようなところに泊まりたいって人が多いその上に襲ってくるのがねこの浜松町でもそうですけどチェーン店家が。 進んで、もう、もう、この浜松町も、チェーン店がもう、たくさんあるんだけど。まあ、個人商店がどんどん、あそこの個人商店が、こっちの個人商店がなくなってっていうね。俺たちその中でね、めちゃくちゃ古いとんかつ屋で、ぱい、ね。うち、なんか新年会やります。なんか、なんか、会社から、汚かったね、あそこ。まあ、そうね。だけど、それ、多開発から逃れたみたいな。そうなんだよ。なんか、この、いや、もう、この、なんか、あの。

それも新しくあったところも旧市街みたいになってたりすんのかねでもなんかよその国見てると旧市街は旧市街でここ守りますよみたいなあるじゃないすやってまよね日本でもあのそういうことすいませんね毎回飛鳥村とかは飛鳥村丸ごとあれで保存するみたいにね村丸ごと文化財とかねそういうの日本も増やすといいよねでしかもその何混沌としたものも文化遺産にするとかさ。 昭和の混沌もねそのんか時代劇とるところもなんかこう新しくんか160億ぐらいかけてちょっとこれを残していこうみたいなふうになってるみたいだよあスタジオ丸ごとそうそうはい年寄りはもう呆然としながらあちこちを迷って迷いながらはいタ太郎君。 はい、えー、こちら朝日新聞の3面ですね<や>各紙、大きく報じてますが、うん、え万博費さらに800億円超、うん、2350億円と別枠と日本館建設などとあります、えー、27日、参議院予算委員会では2025年開催の大阪・関西万博についても議論が交わされた。 万博にかかる経費、総経費はいまだ不透明でこの日の審議では会場建設費2350億円とは別に少なくとも800億円余りの国費負担が生じることも明らかになったと、うんまあ、いわゆるこう日本館を建てるのに360億円以内とか発展途上国の出展支援に240億円とか警備費に199億円とか 運情勢の費用に38億円以上も見積もっていると自民、まあ、万博大臣は答弁したとありま,すまあ驚くのはさ日本館を建てるのが金が別立てだったって話うんうんそれはないだろう無理やるよなこれは。うん、え日本館建てるの別立てですよ予算じゃ今までの予算は何だったんだよと。それも含めた当然その予算だと思うけどそれ以外にも。 まだまだお金がかかることがどんどん出てきたとそうですねでまあ辻,、うん、辻元さんは経費全体を示すよう総理に迫ったが総理は全体像を透明性を持って国民に示すことは重要だと繰り返し、うん、正面から取り合わなかったとだって機運醸成の費用に38億円でしょ機運醸成って、はいうん、ほら万博すごいぞみんな盛り上がってくれますかっていうお金のためにこれ使います、はいはい、っていうことのこの、うん トーンダウン感ないっすよ、それを、<laughs> それを伝えられるっていうことの。すごいみんな、世間が盛り上がってますよっていう情報が先だよね。そうですよね。うん、盛り上げるため、マジック使うぞって、ってっておおっていう人もいないですよね。本当だよね。うん、ああ。この、えー、それとなんか。プラスアルファは。あのー。間に合うのかと。いうことが一つと。うね、もう一つ。今日の新聞で知ったんですけど。この今。 土地そこには電気も、うん、あの水道もまだないだし全部仮設なんですよねはい、うん、だから今工事で入ってここに行ってる人は、はい、電気がないと、うん、自前の自家発電の電気使ってあちこち工事まあ昼間はいいけど夜はね暗い時はそれしなくちゃいけないし水もないと仮設のトイレでね、うん、大変ですよね、はい、仮設のトイレで水がないって、うん、あなた そこで自分の工具を置く場所もないわけだから、うん、全部、まあ、島に見立てれば、うん、外から水と工具と発電機持って、うんうん、うわーって言って乗り込んで工事してるって話になるけどまあ実際これ朝日チームの記事なんですけど。 海外パビリオンゼネコン二の足という中でまあアクセスに不安というまあこういう項目があってゼネコンが頭を抱えるのが会場となる大阪湾の人口と夢島へのアクセスの悪さだと夢島とつながる道路は2本だけ北東側の橋は片側3車線南東側のトンネルは2車線片側2車線あるが宮本会長は10月の会見で 会場内の移動ルートや会場への道で渋滞が起こらないのかこれから出てくる課題だと指摘したと、うんえー、さらに会場ではシンボルとなる木造の大屋根リングなどの工事が進むが課題も出始めている、うん、夢島には駐車場や資材置き場が十分ではなく作業員は夢島に入る際工具などを持ってバスに乗るしかないという下水道の整備は25年1月電気が通るのは24年の7月頃の予定今は建設業者は仮設のトイレや発電機で対応していると。 あの新国立銃劇場を作る時はねあの神宮にあるゴルフの練習場とかゴルフの練習場とか資材置き場になったりして<ー>え変わってたんだよね、うん、でその資材置き場みたいなものがこの中には十分にないと、うんはい、なので、まあ、作業員の方は、うん、まあ工具なんかはもう自前でしかもまあ駐車場もないんで、まあ、バスに乗って持ち込んでいるっていうことですね。はいはいうん、どうする、ね、工具、うん 忘れた時に、ね「うん、やべえ」ってなってう、うんまあ、まあ大そこはまあ俺は、ね、それ以外にもなんかまあ中で事故が起きた時とかね、うん、そういう時に迅速にちゃんとそういうのの対処ができるのかなまあこれはもう俺のただの老婆心だけどまあ現場では。 そういうもしものことがね、うん、起こった時の対処のしかとかちゃんと考えてくれてるんだろうね。うん、しかもこれ別にその、うん 今初めて明らかになったことというか予測できたことじゃないですかこのことっていうのは。であるならばやっぱりもっとじゃ余裕を持った期間で進行しなきゃいけなかっただろうしでも今運営する側はまだ大丈夫だとまだパビリオン決まってなくいやまだ大丈夫だっていうのを言い続けてるわけですよね。もっと早くね資材置き場ここにしまわすみたいな言えばいいじゃんなと思うんだけど当然これ建設会社からしてみたらいろんな現場と比べてこんな条件でやる きついいですよとうことになるわけです、うん、だってみんなそのバスで乗って工具持っていくっていうところってなかなかないわけだからね。しかも外国政府と交渉しながらっていうなかなか言葉とか召習感の違いもありながらっていう普通の昔の話だけど、あのー、俺たちがバイトで行ってた、あのー、マンション建てる工事とかそういうのがあるんだけど。 1回建物が全部建つとそこに今度は、えー、電気の工事と、うん、ガスの工事と、うん、水道の工事まあ水道は最初にやってるのかな工事が入るわけよ。うん、それで力関係でガスの工事かで電気の工事かあそこに力関係が生じるわけお,<ー> <laughs> お前どっちが先にやるんだよみたいな。面白いですね。うん、<ー>まあ,あの みんな大たちの役者の食えないときはそんなとこ行ってその電気の方に行くのかガスの方に行くのかよくわかんない,い <laughs> 見守ってたんですそんなことしてたけどねガスがわからなきゃ今わかせんだよとか言ってどうなんだろうね <laughs> 言うんですかね <laughs> はい次ですはい次は東京新聞ですね物価のお話ですが二面です12月値上げ628品目とありますえ12月に予定される食品の値上げは628品目の見通しで先月について小幅に届き 止まると、えー、年明け以降もおよそ500品目と当面は鈍化しそうということなんですがただ2023年の1年間で見ると累計3万2189品目去年よりも6400品目まあ値上げしたものが増加したっていうですね消費者の負担感は累積しており買い控えの動きも続きそうだとあります。ななかなかこう 買い控えみたいなものがあって、まあ、売り上げが伸びませんという中で消費を控える傾向が強まる中値下げも見られると、うん、まあファミリーレストランガストではまあ値下げをしたりとか、まあ、こういう値下げの例も記事の中にあるんですが損保インスティチュートプラスの小池さんという方。 えー、消費者の余力がなくなる中で企業も値下げなど対応しないと消費者がついてこないと考えていると話す、えー、付加価値を高めて値上げを実施できる商品もある一方どこでも買えるものは価格競争に陥りやすいと指摘し値下げが勢いづけば賃金が上がりづらいデフレ経済に戻りかねないという危うさもあると書いています。あ 家賃食費学費学が払えない物価高融資相談高止まりまああれだよねコロナの時にも、まあ、そういう状態があって国は十分にね、まあ、いろんなことをし援助したっていう実績はあるんだけど、まあ、そ,のかそれを今回収みたいな形に入ってるっていうふうに聞いてるんだけど現状はコロナの時より今の方が 生活ができないから、うん、ちょっとお金借りられないかと、うん、学費払えないから家賃が上がっちゃったからっていう相談が多くなってるとそ,うです、ね、その中で、まあ、番組ではお伝えしましたけどエンゲル係数も30年間で最大年、うん、最大のそれは収入に対する食費の割合がめちゃくちゃ高くなってると。 いうことなんだけどこのまあ言ってみればギリギリまあ結構みんなギリギリだと思うんだけどね,ね<え>そこを、まあ、さっきのオープニングのトークじゃないけどももう開発開発がこっちで200億の、うん、ね,ねマンションだと言っておきながら足元では家賃が払えない食費が払えないと学費が払えないと。うん まあ、学費はねあちこちの企業と県があの一緒になって,学あのなんていうの奨学金は、まあ、個人負担じゃなくしていこうという動きも一方にはあるけども、うん、まあ全体を見たらささは広ががっっちゃって戻れなさん加減が、まあ、まさにその今、大竹さんが紹介した記事の隣に、ねうん、東京新聞だと一面で万博費をさらに800億円にしたわけでから。はいはい ね、万博子どもたちのためにやるって言ってるけど、うんはい、どこに使うべきかっていう話になってくんますよねさあ今日も始めましょう。